はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回何やっていくかというと、今回はこれやりましょう。頻尿治療薬と排尿障害治療薬。これについて確認していくということになります。まあ、この頻尿治療薬、排尿障害治療薬なんですが、現場なんかでも結構処方される内容になりますし、国家試験でも出題されている内容となりますんで、皆さん、頻尿治療薬、排尿障害治療薬、どういったものあるのかなってことを、この動画でしっかり把握するようにしてください。まあ、現場なんかで働いてると、尿に働くお薬、尿を調整するお薬なんだろうなってことは、 わかるんだけど、頻尿治療に使うのか、排尿障害に使うのか、結構ごっちゃになったりすることあります。なので、皆さん今回の動画で頻尿治療に用いる。薬はどういったものあるのか？ 排尿治療にも治療薬、どんなものあるのかってことを、これをしっかり把握してもらって、そして適切にお薬を使ってもらったらいいかなと思います。もしくは適切な服薬指導なんかをできるようになってもらったらいいかなというふうに思いますので、皆さん、頻尿治療薬、排尿障害治療薬、どういったものあるのかってことを、今回この動画でしっかり把握するようにしてください。それでは詳細確認していきましょう。 はい。じゃあ、頻尿治療か排尿障害治療、これについて確認していくんだけど、そもそも頻尿ってどんな状態なのかってこと、あとは汎用障害ってどんな状態なのかってことを、これを確認しておきますが、まず頻尿というのはですね、膀胱にうまく尿を蓄えることができない。それによって尿が何回も出てしまう。まあそんな状態だったりとか、あとは尿意をすごい感じる。強い尿意を感じて、尿に何回も行ってしまう。そういった状態が頻尿ということになります。 それに対して排尿障害ってどうかというと、排尿障害っていうのは、膀胱のですね、平滑筋っていうのがあるんですが、それがうまく働かなくて、尿を押し出すことができない。もしくは、尿道付近ですね。これが詰まってしまって、うまく尿が出ない。これが排尿障害と言われる状態になります。 ということで、頻尿治療薬、排尿障害治療薬、これを確認するにあたって、頻尿ってどんな状態か、そして排尿障害ってどんな状態かってこと、このことね、しっかり把握するようにしましょう。じゃあ貧、頻尿、排尿障害、これらをしっかり押さえた上で、次は何を見ていくかというと、次はこれを確認していきます。排尿調節の神経支配、これを確認していきますんで、排尿ってどういうふうに調節されてるんですかってことを、膀胱ですね、これがどうなってるのかってことを確認しながら、 交換神経、副交換神経、これが尿にどのように影響を与えてるんですか排尿にどんな風に影響を与えてるんですかってことを確認しますんで、皆さんこの次の内容で排尿の調,肺尿調節の神経支配についてしっかり確認するようにしてください。 はい。じゃあ、頻尿治療、排尿障害治療、これを確認していく前に、まず一つ目の内容を確認しましょう。それが何かというと、排尿調節の神経支配、これを確認していくということになります。実はね、排尿調節、これには自律神経が関わってます。交換神経系、副交換神経系、これが関わってるとなってるんだけど、どんな風に関わってるのか、これをまずね、大まかに把握するようにしてください。それについては、ここに載ってますね。 交換神経系興奮したらどうかというと、それによって排尿が抑制される。それに対して、復交感神経興奮するとどうかというと、復交感神経興奮すると排尿が促進されるとなっています。なので、まず排尿調節には自律神経関わってるんだけど、交換神経系、復交感神経系、これが興奮するとどうなるのかってことを、ここで大まかに把握するようにしてください。 じゃあ、この内容を大まかに把握した上で、その詳細についてはどうやって見ていくかというと、その詳細については、この下にある膀胱の図を使って確認していきますんで、皆さん、大まかに交換神経系興奮すると排尿を抑制される、副交換神経系興奮すると排尿を促進されるってことを把握した上で、次は膀胱の図を使って、どうやって交換神経系が排尿に関わっているのか、副交換神経系が 排尿に関わってるのかってこと、これを確認するようにしてください。ちなみに、この図はすごく重要なんで、皆さん、頻尿治療薬、排尿障害治療薬を理解する上で、この図の部分、ここはしっかり把握するようにしましょう。はい、じゃあですね、ここからは、交感神経系、副交感神経系、これがですね、どのように排尿調節に関わってるのかってことを図を使って確認していきます。じゃあ、まずこの図なんですが、何を表しているかというと、この図はここに膀胱がありますよと。 で、この膀胱を覆っている筋肉として膀胱閉滑筋がある。で、ちなみにこの膀胱閉滑筋なんですが、別名膀胱肺尿筋って言われるんだということ。これを知っておきましょう。ってことで、ね、この膀胱を取り巻く筋肉として膀胱閉滑筋、膀胱肺尿筋があるんだとなっています。で、あとはどうかというと、あとは尿道付近に筋肉が3つほどあるんですが、どんな筋肉があるかというと、まず膀胱に近い場所、そこにですね、膀胱活躍筋がありますね。 で、この防護活躍筋なんですが、別名、内尿道活躍筋と言われるって感じです。では次はどうかというと、次はですね、前立腺平滑筋、これあります。前立腺を覆ってるですね、筋肉。これは前立腺平滑筋と言われるものですが、平滑筋と言われるものなんですが、これがここにあるよということです。であとはどうかというと、あとは尿道の外側に外尿道活躍筋みたいなのがあるよとされています。 ということで、皆さん、膀胱があって、そこには4つの筋肉、まあこれが関わってる。まあ尿道なんかも加えて、4つの筋肉が関わってるよと。で、この4つの筋肉、これが制御されることによって、排尿調節されてるんだというふうになります。じゃあ、そんな中で、まず1つ目の内容を見ていきますが、それが何かというと、膀胱平滑筋についてのお話です。じゃあ、この膀胱平滑筋には何があるかというと、膀胱平滑筋には、β2 状態と β3 状態、これがあります。 じゃあ、これら刺激されたらどうなるかというと、これらが刺激されることによって、膀胱平滑筋は弛緩します。まあ、どうなるのかというと、β2 状態、β3 状態、これ刺激されると、こうなります。膀胱平滑筋が緩んで、膀胱が大きくなるよってことになります。なので、尿を蓄えやすくなるってことがあるんですね。 なので、交換神経興奮した。β2 状態刺激される。β3 状態刺激される。それによって、膀胱平滑筋が緩む。それで、膀胱の容石が広がって、尿が出にくくなるよ。ってことがありますので、ここ、しっかり把握しましょう。じゃあ、膀胱平滑筋には、β2 状態、β3 状態しかないのかというと、実は、M3 状態なんかもあります。 じゃあ、この M3 状態なんですがどうかというと、この M3 状態、これが刺激されたらどうかというと、膀胱閉滑筋は収縮します。要は、膀胱の溶石がちっちゃくなりますね。じゃあ、それによって何が起こるかというと、膀胱の溶石小さいね、尿出せ、尿出せ、尿出せとなって、尿が出ていきやすくなるということですね。なので、復興感神経系興奮した。 M3 状態が刺激される。それによって、膀胱平滑筋収縮するよってなって、それで何が起こるかというと、尿が出やすくなっていくんだとなりますんで、この膀胱平滑筋に対して、交換神経系、副交換神経系、どう働いていくのかってこと。これをね、しっかり把握しましょう。じゃあ、この次何見ていくかというと、次はですね、膀胱活躍筋について見ていきますんで、皆さん、次の内容で、膀胱活躍筋どうなのかってこと。これを確認するようにしてください。 はい。じゃあ、ここまでで、膀胱平滑筋について確認することができました。じゃあ、次何を見るかというと、次は膀胱活躍筋これについて確認していきます。じゃあ、この膀胱活躍筋なんですが、どんな風に存在しているかというと、この膀胱活躍筋っていうのは、尿道を取り巻く感じで存在します。じゃあ、これ膀胱を取り巻く感じで存在してるんだけど、収縮するとどうなるかというと、収縮することによって尿道を狭くする。弛することによってどうかというと、弛することによって尿道を広くするってね、そんな作用があります。 じゃあ、このことからどんなこと言えるかというと、こんなこと言えます。膀胱活躍菌にはアルファ1状態がある。じゃあ、このアルファ1状態が交換神経興奮して刺激されたらどうなるかというと、刺激されることで収縮するってことになりますんで、こんなこと起こります。交換神経興奮、アルファ1状態刺激。それによって尿道がギュッと狭くなるってことが起こるんですね。なので、尿が出にくくなるよってことが起こります。 じゃあこの膀胱活躍菌には α1 状態しかないのかというと、実は M3 状態があります。じゃあこの M3 状態、これが腹交換神経優位になって、興奮するとどうなるかというと、まあ、刺激されるとどうなるかというと、それによってこの活躍菌がふわーんと緩みます。なので、尿が出やすくなるんですよとなってますんで、このことを把握しておきましょう。これが膀胱活躍菌についてのお話ですね。 じゃあ続いて、前立腺平滑筋、これ見ていきますが、この前立腺平滑筋には、膀胱活躍筋と同様に、アルファ1状態があります。じゃこのアルファ1状態、これ刺激されたらどうなるかというと、この膀胱平滑筋、これが収縮して、それによって尿道圧迫します。 なのでどうかというと、この前立腺平滑筋であるアルファ1状態、これが交換神経興奮によって刺激されたら、それによって尿が出にくくなるんだとなってますんで、皆さんこのことも把握しておきましょう。これが前立腺平滑筋についてのお話ですね。じゃあ、あとは何かというと、あとは外尿道活躍菌があります。じゃこの外尿道活躍菌、何があるかというと、ベータ2状態がありますね。 で、この β2 状態、これ刺激されたらどうなるかというと、この外尿道活躍筋、これが収縮するんで、それによって尿道がキュッとですね、狭くなる。それによって尿が出にくくなるよ、となりますんで、交換神経、興奮によって、外尿道活躍筋、これが、 収縮して、それによって尿が出にくくなるんだなってこと。このことを把握しておきましょう。ってことで、交換神経系、副交換神経系、これが排尿調節に関わるとなってるんだけど、その排尿調節にどう関わるのかってことは、膀胱平滑筋、膀胱活躍筋、 前立腺平滑筋、そして外尿道活躍筋、これらがどういうふうに交感神経、復交感神経によって影響を受けているのか、どんなふうに支配されているのかってこと、これを把握する必要がありますので、皆さんこの図で4つの筋肉が交感神経系、復交感神経系によってどう調整されているんですかってこと、これを把握してください。で、ここを把握しておくと、排尿障害に使うお薬とか、もしくは頻尿に使うお薬、これらを理解しやすくなりますので、排尿障害治療薬、 頻尿治療薬、これを抑えるにあたっては、ここがむちゃくちゃ大事なんだなってことで、このことをしっかり把握した上で、頻尿治療薬、排尿障害治療薬、確認するようにしてください。